お疲れ様です。毎度毎度自分の首を絞める動画やっていきましょうか。ジャンクスタイルです。いよいよ明日ですね、4月のホットイールベーシックメインラインと単品販売、まあ日本向けのねメインラインなんですけど、発売日ですね。なのでやっていきましょうか。今月も最終確認。これねやっちゃうとね、自分が手に入れづらくなるっていうね。まあどれほどの影響力があるかはわかんないけども、確実になくなってるのは確かだからね。でもね、まあせっかくだしね、皆さんと共有していきましょうね。全員が全員ね、私の動画を見てるわけじゃないからね。せめて私の動画を見てる方だけでもね、だけでもなんだ？まあ、ひいきするよ。見てくれてるからね。ありがとうね。で、今回の4月のアソート、割と重要というか、まあターニングポイントになるようなアソートにはなるんで、結構人気高いんじゃないかな。箱買いしたという方もいらっしゃるかなっていう感じなんですけど、もう5月のね、アソート、なんなら6月のアソートが出てるからね、もう。6月のアソートはまたね、別の動画でやりたいと思うんですけど、5月のアソートも内容わかってるんで、その辺も踏まえながらね、今一度確認していこうかなと。っていうかもうごっちゃになってるからね、もう、今回は4月分だよ。で、5月、6月の内容出てるから、あれ、どれがどっちだっけみたいな感じになってるからね。まあ、私自身のね、確認も含めてっていう感じでやっていきましょう。んで、お願いなんですけど、まあ、多分明日私、そんなに回らないと思うけど、回ってるのは回ってるから、DM 等々で、その日のね、発売品っていうか、今回で言えばね、ベーシックカーなんですけど、それ以外のね、話題っていうか、はね、翌日にしていただけるとかね、ちょっと時間をずらしていただけるとか、していただけると助かりますね。あとこれね、重要なお願いなんですけど、結構ね、DM 等々で皆さんとやり取りしながらね、動いたりなんかもするんですけど、その中でね、何買いましたかとか、戦果はみたいな感じのメッセージもね、届くんですけど、これね、聞く方は簡単だけど、答える方はね、あれとこれが買いましたとか、どう返していいかわかんないからね、ちょっと曖昧な感じで聞いてこられるのはちょっと勘弁してくださいね。あれ買いましたかとか、これ買いましたかとか、だったら全然答えるけどね。何買いましたとか聞かれてもね、あれが1個で、あれが2個で、とか、そんな感じになるからね、ちょっと答えようがないんで、すいません、お願いします。あ、ついでにお願いなんですけど、日曜日、早朝の、ご連絡、ちょっと控えていただけたらなと思います。5時、6時、7時ぐらい、なかなかね、やっぱ通知音で起きるっていうのが毎週になってるんで、ちょっと日曜日ぐらいね、寝坊させてください。私たちの地域は、バースデーさん日曜日入荷ないんで、割とね、日曜日はゆっくり過ごしてることが多いので、できたらね、お願いします。まあ、緊急性がね、高いもの。どこそこのお店で、実際入荷があったよとか、そういうのはね、もう5時でも6時でも4時でもいいよ。送ってくださいね。都合がいいかな。でもわかりますよね。じゃあ、どんどん見ていきましょう。これも毎回なんですけど、ホットイールファンクラブに載ってるものが4月初登場のものになるんですけど、各ね、通販サイト等々での、その、商品画像、を見ながらね、やっていこうかなと思います。っていうのが、毎回言ってるけどね、お店に出るときは、これは3月からの引き続きだよとか、これ4月初登場だよっていう感じでは出ないので、実際ね、お店に出る感じで見ていこうかなと思います。じゃあ画像上の段、左からいきますね。HW アルティメット T-REX トランスポーター。かっけえ、これマジかっけえ。これ買ってよかったね。3月からの引き続きですね。謎者だからまあいいやとか思ってスルーされてる方、今月はね、手に入れやすいはずなので、ぜひね、手に取っておきたい。手に取っていただきたい。ね。一台ですね。できたらね、ブリバリしてほしいな、これは。手に持ってね、手に取って、遊んでいただきたいなと、転がしていただきたいなと、転がしてなんぼですわ。で、その他に、ベスパ 90SS スーパースプリント1966。これ4月初登場ですね。で、単品販売にも入ってますし、なんなら5月にも入ってるんで、まあまあ買えるんじゃないかなと、普通にね。で、その隣が、バットマン&ロビンバットモービル。こちらも3月から、ね、引き続きで、ね、バットモービル、ただでさえ大体もうほぼほぼ確定で箱に2台以上ね、入ってるんですけど、かつね、翌月に大体持ち越すからね、そら、お店もバットモービルで溢れちゃうよ。
私バッドモービル好きなのにね、なんか溢れてんのがね、いや。しかもこれ新車なんで、先月買ってないよという方がいらっしゃったら、できたらね買ってはいかがですかね。で、画像下の段いきます。87アウディクアトロ、これも4月初登場というか新車か。え、新車？新車？あ、もうどれがどれだかわかんないや。で、その隣、ナイトドラッキン、これが実は3月のアソートに入ってるはずが日本飛ばされちゃってたんですけど、4月のアソートで入ってきたんですよね。まあ復活当選ですね。なので5月のアソートに入ってないんです。これ久しぶりに入ったというか、まあ5カーパックなんかではね入ってたんですけど、普通にメインラインでね、発売されるの久しぶりなんで、少なくとも日本でね、ぜひ、ゲットしておきたいですね。今回はレッドドラゴンですよ。ちょうどいいね、ダンジョン飯で出てきたとこだね。ダンジョン飯面白いね、見てる？みんな、あれあれって2期もあんの？そのまま続けて2クールあるんかな。ごめん、ちょっと脱線するけどさ、結局春アニメっていうか、え、なんだ、春アニメは今度か。前回の分、3月までで終わっちゃった分で、派遣って何でした？結局私ね、バンブレイバンかな、これ教えていただいて、ほんとね、よかった、面白かった。フリーレンも終わっちゃったしね、ツークルもあったのに。まあ、4月アニメ、おすすめあったらね、ぜひ教えてくださいね。何の話だっけ。すいません、一番最後の ロジャーダッチャーいきますね。これが4月初登場のカラーですね。いいよね、最近なんかモントラでばっか触ってる気がするけどね。久しぶりに、ベジカーで出る感じにはなりますよね。こちらも5月にも入ってるんで、あ、どうだろうね。これウルード式年のやつか、29番のやつね。優先順位上げといた方がいいかな。やっぱ人気だよね、謎者とはいえ。このページ真っ赤なんですけど、ま、赤多いよ今月。じゃあまたどんどん見ていきましょう。画像上の段左からいきますね。バックトゥザフューチャータイムマシーンですね。ホバーモードのやつね。これ、先月から3月からの引き続きなんですけど、意外と売れてたね。そんなにバカみたいに残ってるとこってなかったし、お店によっては単品販売だけど他の単品販売のものよりも少なかったりしたんで、ちょっと手に入れそびれちゃったとかタイミングずれちゃったっていう方、まあ、買えなかったという方 いないと思うけどね、まあ、ちょっとあれだったなっていう方はぜひいかがですかね。今月ラストチャンスになりますん で、その隣がグローリーチェイサー、これはまあ至って普通のカラーリングやけど、また赤系オレンジかなこれで、4月初登場のカラーリングになりまして、5月にも引き続き入ってますんで、まあどうにかなるかな。で、マツダ RX7 ですね。こちらなんちゃってポリスカー仕様のやつなんですけど、これ単品販売入ってますし、5月にも含まれてますんで、まあ良かったね、良かったね。単品販売ね、まあどうかなって言われる方も多いけど、私はね、どうだろうね、難しいよね。今日もそんな話してたけどさ、36入り箱日本仕様ので単品販売があるのと、72入り海外仕様ですよね。だから日本って半分だから、日本入ってこないものが結構あったりするんですけど、72入りの箱で単品販売なしとどっちがいいかなみたいな話になったけど、どっちがいいんだろうね、難しいね。じゃあ画像下の段いきます。マッドマイクドリフトアタック、これ3月の単品販売にも含まれてた分ですね。ちょっと売れ残っちゃってましたがね、去年出たファーストカラーの分がオリジナル、去年というか去年版というかね、ファーストカラーがオリジナルカラーで、オリジナルというか、まあまあオリジナルだよね。で、今回の分がホットイール独自カラーになるんで、ちょっと敬遠されちゃったかなーって感じですね。で、その割が、マクラーレンソラス GT ですかね。ハイパーカー系はね、残っちゃうね。3月からの引き続きなんですけど、これは残ってましたね、結構。まあでも全然悪くない1台なんで、先月買ってないよという方は1台はどうですかね。で、その他に、カスタム68カマロ。まあ、これはほら、もう謎者チックな外見だからいいよ、みんな買わなくてね。いいと思いますよ。もう、今月赤ばっかだからね。この赤ぐらい見逃していいんじゃない？嘘です、嘘です。多分、今月、
最重要アイテムになるかなと思います。実は3月のアソートに入ってるはずが飛ばされちゃったというか、ファーストから去年の分も日本、まあアソートごと飛ばされたんですけど、日本に入ってこないなっていう感じだったのに、4月で復活当選っていうことは、つまり5月には含まれないのは確定してるんです。しかもこのなりですわ、まあ人気でしょうね。だからもう今月赤を見つけたらとりあえず取っておくとっとっとって、九州弁よく揶揄されるけど、とっとっとって言いながらね、取った方がいいでしょうね。まあこれから優先して買ってった方がいいでしょう。大人気アイテムですね、ファーストカラー。私も結局手に入ってないんですけど、まあファーストカラーかっこよかったね。まあでもセカンドでもいい、全然いいから、1台はね、欲しいところですね。まあ5月は含まれないので今月勝負かけておきましょう。赤から手にするんだよ。じゃあ続けていきましょうかね。また上の段から行くんですけど、左からね、赤いな、89ミリステーデスベンツ560 SECAMG ですね。こちら、4月初登場のカラーリングですね。赤ですね。見たらわかるね。で、まあ単品販売にも含まれてますし、単品販売意外と専門店さんなんかやっちゃった感がある感じで残してるところがあるぐらいなんで、ショートはしてないっぽいですね。なのでまあ余裕を持ってね、購入できるんじゃないかなと思います。で、なんなら5月も入ってますんでね、全然いいんじゃないかな、後回しで。売り場に赤が見えたらとりあえず取っとくっていう手もあるけど、これは後回しでいいんじゃないかな、全然いいと思うよ。スーパートレジャーハントあるけどね。だからみんなこれが単品販売だからっつって後回しにしてるところを、私がお店でガツッと行くっていうね、無理かな。まあそもそもスートレがね、入ってるとは限らないんですけど、まだ今年まだないよ私ね。まあでも年1か年2ぐらいでは欲しいよな、スーパートレジャーハントもね。このスーパートレジャーハントもなかなか綺麗だったんで、見つけた方はねラッキーですね。ぜひねコメント等々で教えてくださいね。本当に心の底から羨ましがってやるから。で、その隣が67カマロですね。こちらがメインラインに入るのは初めてか、あ、そんなもんなんだって感じなんですけど、4月初登場ですね。で、5月にも入ってますんで、まあまあ大丈夫かな、どうかな。で、これね、好みが分かれるんですけど、このカラーリンググラフィック、これ何、定期的に出てるよね。アートカーズなんですけど、何なんでしょうね。まあ私好きだけど。で、その隣が、デロリアンアルファ5、こちらもメインライン入りは初めて、まあ日本に普通に入ってくるの初めてかな。これも好みが分かれるかな、人気かどうかちょっと読めないっすね。これ系、まあグリーンスピードか、電気自動車系だ、ちょっと人気ないかもしれないけど、ちょっと読めないっすね。一応こちらも5月含まれておりますので、まあまあまあ、画像下の段いきますね。55シェビビルエアギャッサー、これ3月から引き続きですね。あ、単品販売にも入ってたのかな、まあいっか今月は。でその隣、GT スコーチャー、スコーチャーやべえかっけえなこれまたな、生かすしか言いようがないよな。黒と紫とかやべえやん。これもね、なんとしてでもゲットしておきたいところですけども、一応5月にもね入ってるんで、まあ1台ぐらいはどうにかなるかなと、4月5月でまあ優先順位上げていきましょうね、こちらも。で、その隣が BMW507、 こちら先月間の引き続きなんですけど、まあ、先月はスーパートレジャーハント入ってたんですけどね、金ピカのやつ。今月はまあもちろん入ってないんでね、どうかなぁ。ノーマルも良かったけどね、割とね。じゃあどんどん行きます。画像エンド段からまた行きますね。73ホンダシビックカスタム、こちら4月初登場カラーですね。まあ単品販売にも入ってますし、かつ5月にも含まれてますので、まあまあ普通に買えるんじゃないかなと。で、57 GPFC、 こちらは3月から引き続きですね。あとその他に、ランドローバーシリーズ2、こちら4月初登場カラーか、なんかこの間出たばっかりだけどね、まあ、前回バージョンっていうか去年版だからね。で、5月にも入ってますんで、まあまあまあ普通に買えるんじゃないかな。じゃあ画像下の段いきます。続けていくね、グラスチョンパーコンパーかと文化、この2台、謎車なんですけど5月入ってないんですよね。なのでこの2台は行っといた方がいいかな。一応並行輸入を扱ってるような専門店さん見たけど、この2つずっと残ってるし、なんなら安いから、ここで無理しなくてもいいかなと私は思うけど、まあ一応1台ずつはね持っておきたいところですね。で、一番最後になるんですけど、15マツダ MX5 ミヤータ、こちらまあ
3月からの引き続きですし、割と残ってたイメージもあったしね。先月買ってないよっていう方はいかがですかね。じゃあまた画像上の段左からいきます。92ホンダシビックイージー、これ意外なことにメインラインに入るのは初めてですね。ベーシックカーというかサイドライン系にはね入ってたんですけど、今回ホットホイールって書いてあるやつね、4月初登場からですね。単品販売にも入ってますし、5月のアソート入ってますんで、まあ、買えるんじゃないかな。カスタム需要もあるかもね、この辺もね。で、その隣が、日産スカイライン GTR、まあ R33 のゴジラですね。こちらも人気でしょうけど、単品販売入ってますし、5月のアソートにも入ってますので、まあ、普通に手に入るんじゃないかなと。予約即完売という感じでもなかったしね。前回分も結構残ってたしね。なんかね、正直に言うわ、前回、なんだっけあれは。R34 だっけ ?32 だっけあれね、目があったら買うっつって買ってたんですよね、実は。買い占めって言われるかもしれないけど、目があったら買うって言ってたら、どんどん目が合っちゃってて、途中でやめたもんね。意外と残ってるもんですね。このゴジラの漢方デザインがちょっと好みが分かれるのかもしれないですね。ただまあカスタム需要もあるんで、R33普通にね、なんだろう、簡単に手に入るのはいい機会じゃないかなと思うけど、高いからね、今ね、ベーシックカーも。で、画像下の段が、アルファロメオ GTV63.0。今回グレーですかね。4月初登場のカラーになるんですけど、こちら単品販売にも入ってますし、5月のアソート入ってますんで、まあ買えるんじゃないかな。で、その隣、一番最後になります、パガーニゾンダ R。こちらもね、5月のアソートにも入ってますし、これ系、どうだろうね。私好きな色ですけどね、これ系ね。私は狙っていくね。フォークの細かいっていうか、ぐちゃぐちゃある金のホイール。これもいいよね。私いいと思うんだけどなぁ。やっぱ赤だよね、赤。で、単品販売なんですけど、まあね、そうそうたるラインナップなんで、一般的にはね、普通に言えば、単品販売買っときゃ間違いないっすもんね。なんかもう最重要だよとかいろいろ言ってたけどさ、あくまでもマニア的な視点でね、普通に買う分には、単品販売買っといたら間違いないっすよね。ちょっと変なのも入ってるけど、4月単品販売のアソート内容結構いいよね。4月6日発売のホットウィールベーシックカー、4月のね、ベーシックカー見てったんですけど、いかがだったでしょうか。赤だね、赤。赤から取っていくべきだね。ダッシュ方式のところはね。ループ性とかね、順番性、抽選性でゆっくり選べるよっていう方は、ゆっくりね、吟味して買われてみてはいかがですかね。ダッシュ性のところは、まず赤を取ると。話はそこからだね。あ、そうだ、トレジャーハントね、画像ないんですけど、画像なかったんですけど、フラゲした方からね、いただきました。これね、カスタム53シェビーですね。これ、いいよね、これいいよね。こういったカラーリングのやつ、あったよね、パープルパッションとか。なんか見覚えがあるけど、これいいよな。これ人気かな。まあ、人によるかな。カスタム68カマロ、どうしても撮りたいっていう方もいたり、こっちのね、まあトレジャーハントだし、カスタム53シェビーから行くわっていう人もいらっしゃるでしょうから、まあその辺はね、趣味によるかなと思うんですけど、私もどっちがいいっていうのはないですね。で、4月初登場で、4月でしか買えないものは、ナイトドラッキンカスタム68カマロ、あと謎車2台ね、グラスコンパートブーンカーね、ですので、まあカスタム68カマロに集中しちゃうかな。ちょっとみんな落ち着いてね、取っていきましょうね。なんかカスタム68カマロ取ったつもりがナイトドラッキン、まあナイトドラッキンもね、5月ないんでいいんですけど、ナイトドラッキンだったとかね、ならないように。あ、まあでもとりあえず赤から掴んでいきましょう。赤からね、GT スコーチあたりどんどんね積極的に行っていきましょう。あとはまあ人気どころはね、単品販売入ってるんでね、どうしてもこれを抑えとかないとなっていうところは、そこまでね、そこまでですかね。随分とね、昼間暖かくはなってきたんですけどね、まだね朝方夜はね冷え込んだりとかするので、朝から並ばれる方はね、着るものね、いろいろ難しいかなと思うんですけど、脱げる感じ、脱げる服装で行きましょうね。一応羽織っといた方がいいでしょうね。じゃあ風などひかぬように、私が言うこっちゃないけどね、四六時中体調崩してる私が言うこっちゃないけど、まあ体調崩したらね、笑えないですからね。ミニカー買いに並んで体調壊しました、会社休みます、学
校はまだかな。あ、でもそろそろか。学校休みますとか言ったらね、笑えないですからね。皆さん、体調管理だけ気をつけて。あと、水分補給もね、昼間随分暖かくなってるし、乾燥もしてるんでね、水分補給取るようにケチってね、ジュース買わないとかね、ならないように。私は水筒持っていくよ。ジュース買う金がないからね。じゃあ、ご飯で見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。ご分を。